具体的にどういうふうにタンギングをしたらいいかとか、そのタンギングの種類とかっていうのを今月その続きとして、やってみようかなと思います。私たちが吹いてる、もちろん皆様が吹いてる吹奏楽器はどういう、具体的に何を他の楽器と一緒になった時に、役割があるのか。音楽も実はこれがとっても大事で、今日はその辺を、どのくらいのタンギングでどういうコントラスト、強音弱音のコントラストどういうふうにつけたらいいのかっていうのを、答えは一つではないんですね。個人個人のセンスだったり好みだったりがあるので、必ずしもこういう吹き方が重要であるってことではないんですが、やってはいけないことっていうのはほぼほぼどの楽器も共通していることなので、その辺もレクチャーできればいいなと思っております。